北山杉は、日本の近畿地方、京都市北部から産する杉を言う。北山中川の北山杉林北山中川にある、北山杉の石踏み磨き、丸太として、室町時代から、茶室や隙屋に徴用された。特に、京都市街の北西、約20キロメートルに位置する北山地方、現在の京都市北区中川を中心とする地域は、北山杉の産地として栄えた。 中川地域は隣接する、小野しょうやばいが畑省とともに、京都御所に産物を献上する、久保人としての地位を授かって、古来より、ママルタ類の生産、販売を行った。日本庭園などでも見られる大杉仕立てと呼ぶ、特徴的な育林方法がある。京都府の付近に指定されている。室町時代、中川地域のママルタは千里宮により完成された。 茶の湯文化を支える茶室やすき家の建築用材として頻繁に用いられるようになった。その代表が、桂利休や修学院利休。江戸時代から明治時代にかけて中川地域のママルタは、京都市内は、もちろん関西一円に販売されていたらしい。第二次世界大戦後、吉田五十八や篠原和浦をはじめとする著名な 建築家たちによる近代スキや建築が華々しく登場する中、中川地域のママルタの需要は絶頂に達する。近代スキや建築ブームに乗って、京都府の京北町、八木町、日吉町にまでママルタ育林が波及したのもこの頃。このような背景の中で中川を中心に、高尾、高根、小野郷を含めた地域からのマルタは、ジ山ママルタ。 京北町等からの丸太は丹波物と呼ばれるようになる。1926年の大正天皇崩御に伴い、翌1927年に玉漁が造営された際には、墓地正門から三佐に至るまでの間に、京都より取り寄せた120本の北山杉が植えられた。この北山杉の高さは、植林当初は、 人の背丈の2倍ほどであったが、現在は20メートルを越すまでに成長している。北山杉の始まりと歴史。京都北山丸太生産共同組合。2017年10月7日閲覧。京都府の木として北山杉が選ばれた経緯を知りたい。国立国会図書館。2017年10月7日閲覧。ありがとうございます。